女優やモデルとして活躍している飯豊まりえさん。確かな存在感や明るい人柄で、若者のみならず多くの人から支持されています。そんな飯豊まりえさんの彼氏の噂や、恋愛観、理想のタイプなど、様々な情報をご紹介します。目次、飯豊まりえに彼氏はいる。飯豊まりえ理想の彼氏を語る。飯豊まりえの恋愛観は、飯豊まりえバレンタインデーチョコを渡す相手は、飯豊まりえに彼氏はいる。飯豊まりえさんについて、現在、彼氏はいるの?と気になっている人が多いようです。調べてみたところ、これまでに何人かの男性との交際が噂されていますが、どの情報も信憑性がないことが分かりました。そんな飯豊まりえさんは、映画やドラマなどでヒロインを務めることが多く、同世代の俳優と息の合った芝居を披露しています。その中でも2016年に公開された映画、マーズ、マース、ただ、君を愛してるでは、窪田正孝さん演じる主人公たちとの切ない三角関係を演じ、観客を魅了。翌年に公開された映画、今日のキラ君でもヒロインを務め、中川大志さん演じる主人公との甘酸っぱい恋愛模様を演じていました。2019年に公開された映画いなくなれ、群青では、横浜流星さん演じる主人公の幼馴染役に抜擢。二人が並んだ姿が印象的なポスタービジュアルが公開されると、美男美女でお似合いと話題になりました。実際に飯豊まりえさんと横浜流星さんは高校の同級生なのだとか、顔見知りだったこともあり、リラックスした状態で撮影に挑むことができたそうです。仲睦まじいツーショットを見たファンの間では、二人は本当に付き合っているのでは、といった噂で持ちきりに。しかし、プライベートで会っていたという情報や熱愛につながるような事実はなく、あくまで噂は噂という状態のようです。飯豊まりえさんに現在、交際している相手がいるのかは明らかにされていませんが、可愛く性格もほがらかな彼女を男性が放っておくはずはありません。もしかしたら、初ロマンスを報じられる日も近いのかもしれませんね。飯豊まりえ理想の彼氏を語る。飯豊まりえさんが、2019年10月に JRA 日本中央競馬会が主催する、馬女スポットインキャットストリートのイベントに出席。イベント後のインタビューでは、競馬にちなみ、馬の合う、気の合う、男性はどんな人ですか?と聞かれ、次のように答えました。そうですね、根が明るい方ですかね。私も結構、陽気なので、楽しみ上手な人の方が一緒にいて楽しいかなと思いますね。その後、記者から、恋愛では手綱を引くタイプですか?と問われると、そんなことはないと思う、と即答、手綱は引きたくない、と言い、その理由を説明しました。そんなことないと思います。手綱は引きたくないですね。はい、野放しがいいですね。どっちかっていうと、手綱は握らない、ネイチャーに自然に育った方がノンストレスだと思うので、いいですよね。きっと、あんまりこう厳しくトレーニング、しつけっていうそういうのは嫌ですね。最後に、お馬で例えました、と可愛く付け足し、報道陣をメロメロにした飯豊まりえさん。恋人とは、束縛し合うことのない関係性を望んでいるようです。飯豊まりえが人気になった理由は、性格にある。自分がわからないといった出来事が衝撃的。飯豊まりえの恋愛観は、
飯豊まりえさんは、2018年に放送された恋愛リアリティショー、太陽と狼くんには騙されないハート、アベマ TV の応援ゲストを務めていました。同番組は、若い男女が集い恋を成就させることを目的とした恋愛バラエティ番組。しかし、実は男子メンバーの中に好きでもないのに気のあるふりをする狼くんが潜んでおり、それに騙されないようしなければいけないというのが見どころです。同番組は中高生を中心に人気を博し、これまでに何度もシリーズ化がされています。同年8月にテレビ朝日六本木ヒルズ夏祭りサマーステーションで行われたアベマ TV オリジナル番組野外イベントアベマフェスでは、飯豊まりえさんが歴代の女性出演者と共にステージに上がり、楽しいトークを展開。番組で放送された印象的なシーンを振り返るコーナーでは、付き合ってからじゃないと、手は繋いじゃいけないといった恋愛感を明かしていました。また、同番組の初回放送直前イベントに出席した飯豊まりえさんは、ぜひ出てみたいという気持ちはあると本編への参加の意思があることを告白。しかし、積極的にコミュニケーションを取れないかも、と実は恋愛に奥手な一面も見せていました。また、自分の高校時代はこんなにキラキラしていなかった、と出演者を羨む場面も。飯豊まりえさんは幼い頃から芸能活動しており、小、中、高校と、あまり学校行事に参加できなかったのだそう。恋愛に奥手なのは、そういったことも理由の一つなのかもしれませんね。飯豊まりえバレンタインデーチョコを渡す相手は、飯豊まりえさんは、2021年も恋愛リアリティ番組、恋と狼には騙されない、アメーバテレビを応援。スタジオでは MC を務め、出演者たちの恋愛模様を見守っています。同年2月8日には最新作に向けての取材会が開催。放送開始が14日のバレンタインデーであることにちなんで、その日の予定を聞かれた飯豊まりえさんは、ドラマの撮影です、と苦笑いを浮かべていました。それでもイベントにはちゃんと参加したいようで、義理チョコを大量買いして、現場のスタッフや共演者に配る、と宣言。果たして、本命チョコは渡すことはあるのか、気になるところです。